第二次世界大戦での静岡空襲について、同世代にその悲惨さを伝えるため、地元の高校生4人が静岡市歴史博物館で学びました。博物館を訪れたのは静岡東高校の2年生4人です。4人は探究という授業の中で、静岡の高校生に静岡空襲について知ってもらうことをテーマに掲げていて、その研究の一環として静岡市歴史博物館に足を運びました。静岡空襲を広める活動をしているものはどういうものがあるかを調べてみた結果、静岡市歴史巡り町話の103回目が出てきて、詳しく分かりやすくまとまっていたので、テレビ番組をきっかけに博物館を訪れた生徒らは、改めて歴史を伝えることについて学びを深めました。地域の若い人たちに静岡の歴史をちゃんと知ってもらいたいというところに大きな目的の一つがありますから、早速ね、高校生が来てくれて、いろいろとかなり深い質問もしてくれたので、とても嬉しく思っています。4人は来年1月に研究の成果を発表する予定です。